やがて信心がありもしこれもし、みんな忘れてきた。もう全く論外です。あれじゃない、これじゃない。それ、死ぬ間際の人は、隠居とかね、またはこれを人生には四季があるという話をやってくれて、人生四季があるって皆さん聞いたことあるでしょ、私の経験を受けてみると。人生には四季がある。春夏秋冬というのは自然のフォーシーズンですよね。人生にフォーシーズンがあるんだ。それは学習期というのと、過重期、つまり学習期というのはね、まだまだけではいかん、学生の二十歳前後ぐらいまで学習期というわけです。あとは過重期というのは何だ。結婚して子供もできて、生活があるって感じでしょ。家というものに、家を大事にするって感じでしょ。これが過重期です。あとは、臨終期。定年になりました。定年になったときに、あとは、今までできなかったことを少しゆっくりとしましょう。臨終。あとの、いわゆる死ぬ10年、15年前後。これを遊病期というわけです。ということは、人生の方針図があるということは、若いのが70年残して、若い年代と同じようなことをやっているということは、フォーシーズンをよく分かってないということなんです。だから時期に合った時期に運、時期に合うことをこれを実るというんだから、時期が来たら分かるだろうと、時期が来たら咲くのが違うだろうと、時期が来たらそういう時期に適切なやることなすことがあるだろうと、まあそれが人間の人生の中にやるべき。時期時期において適切なことがあるんだよということをですね、いくらかでも知れば、まあ時期を誤らない、季節を誤らないでうまく人生をやっていくんじゃない、まあそういう教えもあるわけですよ。